ロウ、出たな、赤ギレット。御政道に逆らう大罪人め。王という今日こそ成敗してくれる。うるせえ幕府の犬だな。黙らせてやろう。言うな、行くぞ。上等だ。侍に遅れを取るな。変だ、五大老様がお出ましになるぞ。だ五大老様といや将軍様の片腕だぜ。そのお偉いお方が自ら江戸を打って出られるとはどういうこと？あの残酷姫君三姉妹の父親出すのだが、親の顔が見てみたいもんだな。し、壁に耳あり障子に目ありだぞ。やるか。こんな機会めったにないぞ。焦るな、まずは様子を見よう。やけに急な話じゃないか。港の騒動がお耳に届いたのだ。それにしてもお早い到着だ。シャニーシャニー、五大老様のおなーりー。バカ、見るんじゃねえ、ブレ打ちだぞ。急なお呼び立て申し訳ございません。お父様。構いませんよ。それよりその男というのは？はい、あんなところに、あの男ですわ。君か。よくも私の可愛い娘に恥をかかせてくれましたね。手を貸せ。拙者が、
鉄砲隊撃て！赤城、大丈夫か？しっかりしろ。立てるか？引け引け！どうだ、助かるのか。バカな、貴様医者だろ、何とかしろ。この男は俺たちにとっても日本にとっても大切な男なのだ。そう言われてもね、この方を治療できる医者なんて日本中探したってどこにもおりゃせんよ。できるだけのことはしといたから、あとは天に祈るんだね。赤城、赤城さん、赤城さん、赤城さん、赤城を救ってくれ。なんだと、貴様正気か。ダメだ。下等の医者にかかるくらいなら死んだ方がマシ。赤城さん、赤城、病院とやらに案内してくれ。小暮さん、赤城を死なせるわけにはいかん。この男の治療を頼む。ジョーイだ、助けてくれ、殺される。皆さん落ち着いてください。この人は怪我をしているのです。傷つき苦しむ人は敵味方の区別はありませんよ。そうですね。どれ、見せてください。これはひどい。すぐ手術をしなければ命が助からない。手術？体の悪い部分を切って治す医術のことです。赤城さんの体を切り刻むのか？赤城さんの体には鉄砲の弾が入り込んでいるのです。弾を取り出す手術をしないと命が助かりません。しかし。ご安心ください。手術さえすれば赤城さんはきっと助かりますよ。助かったのか？ああ、もちろん。だが、しばらく安静が必要だ。おお、やった。よかった。医的に救われたと知ったら、
なんというかな。頼むぞ。おい、赤木さんが留守の間に攻め込まれては一大事だ。兵力を増強しておいた方がいいのではないか。うん、町へ出て腕の立ちそうなやつを勧誘してこよう。しかし増員したら今の武器では足りないぞ。小暮さんはどう思います？ああ、お前たちの言う通りだ。では我々は町へ出て同志を募ってきます。我々は武器を買い付けに行こうと思うのですが。頼む。相談なのですが、我々も銃を購入したらどうでしょうか。銃など武士の使うものではない。了解しました。では刀は何本ほど。そうだな、増員すれば頭数だけいる。とにかくたくさん仕入れてこい。もうすぐ退院できるそうだ。それまでは俺が赤木の代わりをせねばならん。戻りました。それだけか。申し訳ありません。買ってきました。刀屋でも開くつもりか。たくさん仕入れてこいとおっしゃったので、その買えるだけ。たくさんとは言ったが、物には限度があるだろう。たった二人しか増えていないのだぞ。すみません、数がわからなかったので、つい。般若とおめえ、こんな穴蔵に隠れていやがったとはな。どうしてここがわかった？マリン組を甘く見てはいかんぜ。わざわざ隠れ家へ案内してくれるとはご苦労なこったぜ。ここを知られたからには生きては帰さん。ひるむな。どうした？
観念せよ。小暮さん、このままでは全滅です。何か策を、策をお願いします。策などない。え、無念無想、目の前の敵を倒すことだけを考えろ。小暮さん、俺たちしばらくここを離れます。何？赤木さんが良くなったらまた呼んでください。頼むぞ。いいよ。